お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、こちらはね、皆さんちょっと見てみてください。こちらね、海外の、ルーカスという選手のツイッターなんですけど、もうこのこやこやデッキで7回のグラチャネルのうち6回ね、準勝できたよっていう。で、次のチャンピオンシップへのスパムになると思いますよっていうね。まあこれめっちゃ強いからっていうね、流行るぞっていうのをね、使われるぞって言ってます。というわけでこちらこやこやでやっていきたいと思います。だから僕が今まで紹介してたのは、エリババスケ型でウッド型をね、よく紹介してて、たまにメガナイトムートをやってたんですけど、エリババムートは多分なかったなと思って、あとタルババ型ね。はい、今日はこちらでいきまーす。いや、もうえぐいよね。なんか、こやこやが、なんか環境の頂点とはいかないかもだけど、もうその位置ぐらいにまで来てるよね。こやこやがね、なんか時代に追いついてきてますよね。いや、逆か。時代がね、こやこやに追いつきました。さあ、というわけで今回の相手は巨大スケルトン。巨スケですね。久々に見たな。巨スケ、後ろのエリババで溶かしたい。前から溶かすと、爆破でね、いろいろ行かれちゃうので、後ろから溶かすとね、この後エリババがカウンターしてくれます。さあ、巨スケスケラーです。いや、これ豚20体ぐらい欲しいけどな。いや、意外となんか、もっと欲しいな。タワーがね、処理しちゃったっすね。さあ、巨スケスケラーの、メガガーゴイル型。で、テスラも入ってると。なんかちょっと硬そうですね。硬そうですが、スケラだったら、ファイボかポイズンさ、ファイボですね。ファイボがあるんですけど、ゴブゴヤ、オーブン、マザネク、ホバリング、どこにファイボ打つんだっていうね。基本的にスケラプラスファイボをマザネクに打っていかないとね、もう無双すると思うので、僕のね、マザネクが。相手は多分、マザネク徹底ファイボになると思いますね、これから。で、他をしっかり活かして、高めでね、ホバとか出して、プレッシャーかけれたらなと思います。さあ、トリトンもちょっとめんどくさいが。ムートとかね、流しながら。エリババムートだからな、今回。なんか、攻めが強いのか防衛が強いのか、なんかカードのパワーが高いですよね。いつも、スケとかだから回転は早いんですけど、今回ね、回転遅いもののカードのパワーがあります。さあ、これ相手、ファイボ回ってないでしょ、絶対。さあ、ちょっとね、痛いかもしれないんで、タルもやって、しっかり完封してね。で、ホバー、キョスケのバカにさ、巻き込まれたくないから左サイド向けにやってたんですけど、どうだろうな。いや、めっちゃ豚出んな、マジで。想像以上に豚が出てくれる。多すぎる。多すぎるな。で、タワー後ろに、あ、これ相手、事故ったやったっすね。ゴブゴヤ出しとくと、スケルトンラッシュの防衛にね、活躍してくれるんで、あとはね、こういうとこちょっと高めホバとかでね、相手のメガゴやれたらいいなと思ったんですけど、豚がめっちゃ増えちゃうな。さあ、こうなってくるともう俺のターンですよね。今、ファイボ咲きましたし。なんならエリババ行ってもいいな、気をつけてたら。あー、テスラから来たっすね。一回ね、落ち着いていこう。で、これは相手は気をつけ、フィジカル2か。もし逆サイね、気をつけとか来たら、端前にエリババ出せばなんとかなると思うんで、いや、えぐいね。これ、あと、小屋置いとけば多分、小屋置いとけば、とりあえずなんか解決しそうな。さあ、ファイボね、打っていきます。あとはマジ小屋ゲーですからね。こう高めとかでね、怖そうだったら、ちょっとちょっかい出してあげながら、いや、これ相手、右側ね、キョスケ出したいでしょうから、よいしょ。しかもコストがギリギリね。あー、ホーバーが入るし、エリババもね、これ、止まんないっすよ。というわけで、グッドゲーム。小屋をね、しっかり溜めていくっていうのが大事かな。で、こやこやデッキって、今みたいに相手がファイボだったら、どっか3つがね、生きるよってなるんですけど、で、ファイボとかポイズン結局ね、意外と勝てちゃう、万能デッキなんですけど、クエイクがね、よくきついって言われるんですよ、クエイクが。こやがね、たまらないんで。で、クエイクデッキって基本的にやっぱ高回転だから、ホバリングとか、他のユニットもね、簡単に抑えられることが多くて、よいしょ。延命してくるよね。ナイス。そう、ちょっときついって言われるんですけど、意外とね、クエイク側は、ムート、ホバリング、マザニクとかがきついんですよ。だから、相手がもしクエイクだってなったら、小屋を置かずにね、エリババとか、マザニク、ホバとかをこう出しまくると、意外と勝てたりします。あとはクエイクで、右側を削られた。そしたら左側に小屋を置くみたいな。なんか、サイド変えると意外と良かったりしますね。さあ、ペッカ工場ですね。ペッカ工場はね、何回かやったんですけど、
スケ型の方が勝てたなっていうイメージがありましたね。なんかスケだとやっぱね、軽い陸受けになりますし、ユーノとかペッカの回転が速いんですよね。そうそう、エリババムートは、まあ、火力としてはねすごい高いんですけど、意外とこのペッカゴーストユーみたいな回転についていけないよねっていうので、なんかちょっと嫌でしたね僕はやってて。さあもうオーブンぐらいで受けようか。で5だったもんな。ゴーストユーノの受けがねちょっとだけ大変でしたね。さあ、いやーいや、まあまあまあ耐える。痛い痛い、まあゴースト来るだけでもねもう泣きたいんですけど、まあ序盤これ生きたのはでかいね。序盤生きてしまえば、まあ、逆にこっちのもんよってね、ムートエリババでね、もうフルパワーコースでね、まあ序盤は耐えゲーかなと。さあまあゴブゴヤ低めでいいかな、なんとなく。まあ工場来たら溶かしながらね。さあゴーストマジアチでこれワンチャン射抜かれるかな。いや射抜きにくい角度。さあ丸はさすがに5打つで小屋貯めていきましょう。で再度同彩か逆彩か悩むんですけど、同彩でいいと思いますね。結局これがね相手だんだんきつくなってくるんで、であとは高めホバね、高めホバ相手これ5打たなきゃ一生ね活躍します。エレキとしかも逆側に置いてるんでね。でそうすると小屋がね貯まるんですよ。あなたさんエレキのこのダメージ防ぎたい。よしよしよし、高めホバがいいですね。高めホバがうざすぎてそこにスペル使わせてみたいなね、できるとめっちゃ勝率上がる気がする。いや、いけるぞ、これ流れがいいぞ。で、まあ、逆サイの、多分、なんだろうな、工場とかが来るかもですけど、まあ、それは、来たら来たでね、もう、その時、エリババでね、しばけばいいかな。さ、同サイ、これ、ホバにファイボですね。でも、ホバにファイボ打ったところで、すべてが残るんですよ。よしよし、まあ、タワーにダメージ受けたのはちょっと痛いですけど、だんだんね、エリアドがね、そうそうそう、戻ってきてます、ダメージがね。いや、これ芝ファイブすると世界変わるっす。やばい。あーせあーせあーせ。で、ちょっと小屋がなくなってきたね。ちょっと小屋がなくなってきたので、すぐチャージしてね。よしよし。やっぱ家のね、量でね、実力がね、問われるよね。よしよしよし。俺何言ってんよ。あー、このホバー一良くないね。やっぱ真ん中にした方が相手のファイブをタワーと巻き込みにくいから、ユニットともね。あー、これマジでめっちゃもったいないっすね、今の。いや、しかもこれ延命しようとしてできないのも中途半端。あ、ちょっとだけね、汗ですけど、まあ400差ね、400差。あれ、エリババやってくれるな、もしかして。エリババやってくれる、それはでかい。さあ、なんか、1個低いと多分5でね、なんか巻き込まれちょっと嫌だったよね。さあ、で、ムートは出して、で、ホバね、この辺出したいね。エレキでやりに来たら、多分エレキ結構毎回ペッカのね、右後ろに出してるんですよね。そう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 。あ、キ。いや、いいよ。で、マザレク、まあ、出してないんですけど、まあ、出す必要がないっていう流れですよ、今んとこ。相手がやっぱ小物系じゃないんでね。で、俺は高めホバに5使わせて、この相手のマジアチャイネ5で当てて5削りは結構でかい流れですよね。あ、相手もスペル削り来ましたね。で、ペッカ蓋がね、えぐいっすね。そうなると、僕のダメージやっぱ稼げなくなってくるんでね。ここは結構ぶっぱチャンスですね。え、ペッカが秒で解けた。さあ、ペッカが秒で解けるっていう、えぐくない？で、一応5あるから相手、ちょっと5巻き込まれないように位置に出して、えぐい！ペッカがあんな早く解けることあるーっていうぐらい。さあ、ナイス！いやー、ちょっとね、5削りされてワンチャン負けるかなと思ったんですけど、秒で解けましたね。えぐい、火力。さあ、よろしく。まあ、エリババここ最近暴れてます。マジ、ここ最近マジで暴れてるんでね。YouTube だ。YouTuber。いや、YouTuber？ イエーイ！さあ、小屋置いて。まあ、ほんと、とりあえず小屋置いたら休憩できます。ボーラー、まあ、2択っすね。まあ、バルーンかスケラのフリーズデッキがよくあって、まあ、たまにジャイボーラーとか見ますけど、まあ、ちょっとボーラーとか嫌だよねっていう話ね。で、ランバーだと、まあ、確定バルーンだと思いますね。バグでなければ。いやー、これムート今陸2枚咲いてるんですよ。だからまあタルババが来るぐらいだけど、ホバで壊せるから陸がなくてちょっと刺さるぞ。あー、トルネか。いや、トルネライドは強いね。あー、でもこれ金魚を狙いたいな。あのライフはどうや。いや、一発これするやろ、攻撃。一発来い。いや、でけー！来たー！相手バルーンなんですよ。
マジか、金魚できるかできないか世界が違います。しかも小屋小屋で真ん中の方にね、あのバルーン基本誘導するんで、いやこれはねあっちっちっすね。もうもらったまであるな。いやここの位置バルーンルート強制されて釣れないんですけど、あの小屋で無理やり釣ります。はい、無理やり強制でね。なので普通に今ランバルされたらあのきついんで、ここはねあの小屋を置かずにね、小屋小屋なんですけど小屋を1枚持ったまま常に戦います。でワンチャンフリーズ来てもムートがやってくれる。おいさあ、いやいいね。相手からしたらまあホバだね。マザネカもあのいてもいなくても変わんないような存在だと思うんですけど、いやでかい。そうホバが絶対きついから、まあ、ホバだけね。あとは真ん中に小屋できるだけ貯めてバルーンのダメージ入れなければ僕も多分あのこのファイスピのダメージで勝ちなんですよ。あでトリネフリーズなんでね、これも一回もバルーンの爆破入れなければ僕の勝ちですっていう状況なので、施設をここで今置いちゃうと逆サイランバルフリーズで一発入れられて逃げ切られるがあるんで、まあそれを防ぐためによいしょ、小屋は一個は常に手札に持っておきたいですよね。あライドでやれると神だな。よし、芝ファイブをやべ、待ってマジでバカ。どうやったらその状況で芝ファイブできるね。いやマジでバカすごくね、逆に俺ね。いやリカバリーがいいな。いや本当にえぐすぎー、もったいなすぎる。さあ小屋置いて、で相手ランバーいないバルーンはヘッポコなんでね、ランバーにはほぼ徹底でいいっすね。もし逆サイバルーン来たもバルーンドラゴンなんとかなんで全然守れますよね。ランバー咲くまでは逆にホバとかね、施設とか結構重要なんでね。さあライドラがやっぱ嫌だね。あと片サイドばっか行ってると意外と嫌なんで、これ逆行きます。ケツライドラと被る。うーん、いやすご、本当に被りやがった。ライドこのねエリババの受けが意外と相手きついんで、よし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 、エリババの受けがきつそうで、ちょっとダメージあるよね。いやーこれはまあ小屋に寄ってくるからこっちサイドに出してあげて、ワンチャン攻めたるね。あっちに竹取る。いや、熱い。いやー、このムートいらんやんけ、どっからどう見ても。さあ、で、これホバーね、相手対応したい、エリババ出すと、相手も一枚一枚が重いので、意外とこういうね、ユニットの受けがね、きつかったりするんですよね。でも、うまいね。タルババフリーズの防衛が、うまいね、これ。もう一発？いやー、入らないか。エリババ一発、バカでかいからな、俺からしたら。さあ、で、相手は、まあ、ランバーバルーンね、一発で持っていけるんでね、多分それを狙ってると思うんでね、僕もちょっとそれだけ気をつけてね。うん。さあ、ランバーのサイドマジで徹底ですね。もうランバーサイドだけ意識して。さあ、小屋回ってきたから、まあ、小屋置いといて、で、オーブンよりやりゴムの方が、インドラの竹取れるし、ライドラもちょっと削れるし、いいのかなと思って、さっきからそのユニットを見出してます。これちょっとホバーやっぱ残ると強いんでね、ホバー延命していきます。やりゴムの数よ。いやー、そっち行くのはまあ別に。さあ、ちょっと小屋置きながらね。これ逆サイ。いや、同サイは多分大丈夫だと思うんだよな。ファイボもあるし、小屋もあるし。もう一個置いた方がいいね、これ。いや、マズネク残ってるの熱いね。危ない危ない。こんだけフルでやって、こんなギリですから、ちょっと怖いよね。で、これ相手、ホバにもう一個出すよね。出さないと、うわ、やばい。ちょっと待って。もう時間ですね。タイブレイクなんで、小屋と小屋で、よいしょ。オッケー。家つながりね。さあ、ナイス。というわけで逃げ切りましたね。やっぱ小屋一個常に持っておくことによって、どっちかがランバーバルーン来ても、ランバーバルーン両方とも釣れるっていうのが良かったですね。小屋なんで小屋貯めたいんですけど、フリーズだし貯めやすいんですけど、まあ、やっぱバルーンの一発をね、気をつけなきゃいけないよねっていうさ、ナイス。さあ、ルーン、来た。バルーンですね、また。いや、バルーンは、マジ、高回転だとちょっと怖いよね。高回転で来られると雪玉とかないから。さあ、アッチャー本当にバルーンか？まあ、ナイトアッチャーバルーンとか、まあ、アッチャースケラロイホグとかもあるし、アッチャー見ると、ゴリゴリのスケラかロイホグっすね。ゴリゴリっすね。うん。ミディもバルーンの要素がないね。いやでもバルーンだったらごめん。親衛隊バルーンとかかな。え、うわぁ、なるほどね。アチャスキラですね。さあ、ここは、まあダメちょっと受けちゃうんですけど、もう、しゃーなしのね。
いてー。いや、もう初手ゲーすぎるー。初っ端多分小屋なくてとかだったっすよね。小屋なくてマザネク出して、スケラ来てって。あー、お前どういうことやねんって感じなんですけど、まあ相手は多分小屋がちょっときついのかな。まあアッチャムーとかでも小屋小屋にちょっと強いのかな。まあ小屋貯めながらね。で、これ右側はちょっとスケラーを意識したやりゴブで、左側のオーブンはちょっと削りたいなっていう。うん。いや、アーチャーやれるのでかい。本当はね、片サイに固めまくりたいんですけど、まああとはスケラファイブなんで、別にマザネクもそんなにいきないっすね。いやー、このダメージちょっと痛いね、序盤の。さあ。うん。まあ、お互いね、ステイですね。メガ後。こういうの攻めたりしてもいいとは思うけどな。お、え？ヤンキーすぎ？ヤンキー芝5来たよ。いやー、これね、いや、右か左か結構悩むところなんですよね。800を僕多分守んないと勝てないんですよ。小屋ってやっぱ1-0プランだから、守るってなった時に、いや、右サイ攻めでもいいな、ぶっちゃけ。まあ、どっちでもいいか。あと、メガゴっすね。メガゴだけ。やれればもう俺のもん。よし。これタワーに入らないんだね。いや、いいね。いや、これしていくと、相手もスケラね、打つタイミングちょっとないですし、じわじわね、削れていきます。いや、流れはね、めっちゃいい、正直。早めに溶かして、やりこびるんだね。いや、もう5打ったけど、あえてこれ結構ヤンキーで、ヤンキーなんですよ、みんな。あの、ヤンキーとしかも伝えれないんですけど、ヤンキーなんで、バルキリーを溶かします。ふっ。いや、当たれば熱かったけど、よっけゴリラゴリラすぎるこんなユニット溜まることないよね。でも相手のあの、最後のね、スキラ5がもう、天才的に雑でしたね。あんなんはね、もう負け筋ですよ。あれはね、良くないですからね。ラッキーです。あじゃみ？いや、もうマジ粘りっすね。もう粘りに粘って勝っていきましょう。やっぱ2倍タイム入っていくと、僕のこの高めホバーとかムーとマザネクとかがね、結構相手はきつくなってきて、そこにファイボとかポイズンとかね、スペル使いたくなるんでね。まあそうなってくると、やっぱ小屋小屋が溜まってきて、時代が来るんですよね。まあなんか序盤耐えたいよね。さあ、タルババやべ。ファイスピが優秀すぎた。あ、メガナイトオールブレイカーだ、これ。多分メガナイトだな。なんかタルババオールブレイカーが珍しいなと思って。まあ、ディガーコウモリなんで。さあ、メガナイトオール、これも小屋を貯めれたら熱いんですけど、序盤がね、逆に僕はきついんですよ。その、相手のユーノの受けだったり、コウモリ2周目。1周目のコウモリはまあマザネクできるとしても、2周目が体力きつかったりとか、あるんで、いや、残れ。うわー、小屋食べたいね。あ、で、これ、タルザーだけです。スペルがタルババとザップだけなんで。まあ、あと、メガナインと、いやー、言うのだと思ったけど、プリンスでしたね。まあ、別にそれはどっちでもいいんだけど、よしよし。まあ、序盤タイですね。メガナインとプリンスの形組まれると、普通に後半もちょっと怖いですけど、まあまあまあ、無理しないこと大事ね。さあ、オーブン置く。あのマスケってさ、うちのことやってくれんのかな、ムート。わ、やってくんないか。いや、これマスケの竹も取れるね。よしよし。で、このエリババは、まあ、多分、踏んでくると思うんだよ。踏んでこなかったらありがたいけど、踏んでくるよね。メガナイトで踏んで、ユニット追加コウモリが来ます。まあ、だから真ん中、ゴブゴヤと、右隅、マザネクとかかな。いやー、それは嫌だな。それはマジ嫌すぎるね。これもうザップなんでないって、しかも。パーン打たれて。もう陸受けナッシングトゥーマッチ。いや、でもプリンスの年はね、入れたらダメなんですよ、皆さん。知ってます？ 700 近くあるんですよ、あいつ。まあちょっと耐えたけど、あだかね。メガナイトプリンス厄介ですね。マジで。おーん！天才か？さあ、小屋貯めたいね、正直。まあこれは小屋生き贄でいいね。貯めたいんだけどね。相手やっぱタルババザップなんでね。でもその分やっぱ相手の攻めなんでね、テンポが早いんでね。そう、溜める余裕がないよね。まあ、でもユニットも溜まるんだよね。さあ、無理せず行って。ああ、いい、樽だな、それも。
そう、無理せず行って貯めたいね。貯めて貯めて貯めて貯めまくりたい。さあ来るかもしれないけど、で一応これたまたま延命できたらラッキーと思ってできましたね。でこれマザネクでオールブレイカー受けれて、いやこれ逆くんのかな、逆来られるとちょっとやばいな。前に置いとけよかったかな。まあ低めホバー無双で頑張りたいね。いや危ねえ、来なかったのこれ結構助かるな。今来られてたら普通に嫌だった。さあ全てを受ける。いやこれちょっとやばい、ちょっとだけね。いやなんかマスケがさ天才なんだよね。いやでも言うて全然だな。あれ待って、オーブンが、いやこのムートいらないっすね、間違いなくいらなかった。これメガナイトで踏まれてちょっとやばいかも。あーちょっと踏まれる前にさ、小屋、いやこれ声で受けれるのでかいな。残んないの痛いけど、873ですね。気づけば僕はもう死ぬ気で守ってます。もう守れれば勝ちなんだね僕はもう。でメガナイトプリンスマジワンパン力あるんだね、ちょっと気をつけなきゃ。でファイボって打ちたいんだけど、やっぱ4コスなんでね、ちょっとあれで蓋とかしてきたらワンチャンぐらいだけど、無理に打つ必要もないよねっていう。さあこれファイボ打っていいな。まあちょっと入っちゃうからね、痛い痛い痛い。もう陰キャね、陰キャしよう、陰キャ極めて、陰キャ極めて。で僕のマックスでやっぱプリンスだと思うので、メガナイトプリンス、そうそうそう、メガナイトプリンスだけねちょっと警戒して、それ以外はしっかり軽めで抑えてね。でホバとかもうマザネクとか残りにっていっぱい置きまくってあげて、いやこれ勝ったでしょこれ勝ったでしょって感じの試合してましたね今。さあエリーババでね、メガナイトはねコウモリとかもね、でも出しにくいっすよね、こんだけファイスピとかさ、ヤリグブとかいろいろさ飛び回ってたら出したくても出せないよね。さあ来たんじゃないでしょうかこれは。メガナイトどうすんだけど、一生ねユニットが溜まってく。さあナイスグッドゲームです。まあこれはマジ小屋こうやってて一番理想な勝ち方、相手がスペルなくて小屋とかマザネコホバとか全てがきつくて常にこうリードしてね、僕はもう守るだけで勝てるっていうのがマジの理想ですね、でかい。はい、今日はこちらね、小屋小屋のエリババムートタルババ方使ったんですけど、まあ小屋強いね、だから安定して強いし、まあ海外のプレイヤーがねツイートするぐらい今強いので、皆さんも良ければねこのエリババムート型、まあ少しね重めかもしれないんですが、それが逆にね良くて使いやすいみたいな人も多分多いと思いますので、良ければ使ってみてください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんです、またね。